同軸ケーブル、同軸ケーブル、同軸ケーブルとは電気通信に使われる被覆電線の一種。略称はコックス音響機器用のものはシールド線とも呼ばれる。断面は同心円を何層にも重ねたような構造になっており、内部動体、新線を覆う外部動体が電磁シールドの役割を果たすため、外部から到来する電磁波などの影響を受けにくい。 主に高周波信号の伝送用ケーブルとして、無線通信機器や放送機器、ネットワーク機器、電子計測機などに用いられている。1880年に、イギリスの物理学者で、伝送線路の表皮効果に関する研究などを行っていた、オリバー・ヘビサイドによって発明された。軸を、同じくした円筒を入れ子にしたような形状である、ことから、同軸ケーブルという、 ケーブルの断面を見ると、円形の内部導体を、絶縁体が、その周囲を外部導体が、そして最後に、シース、保護皮膚が折っているのがわかる。絶縁体はポリエチレンが最も一般的である。外部導体は、と呼ばれる細い導線を編んだものが多い。精密測定や、極超短波以上の周波数で減衰を少なくしたい。場合など、金属箔を用いたものもある。外部体を、 電位 0V の基準電圧、すなわち設置側、内部動体を信号線等の側に接続する。材料や設計によるが、高周波、特にミリ波まで幅広い周波数範囲の伝送ができるようなものもある。例として、テレビ受像機や無線機とアンテナ等をつなぐ給電専用、計測機器の信号や音声信号、映像信号の伝送用、旧規格の欄、マップ。 10ベース2や10ベース5など、校内回線網の接続用、高周波信号の伝送を中心とした、機器内部の配線用などがある。その他、直流も含む、低周波にも幅広く使用されている。特徴として、不平行接続であること、外部への電磁波の漏れが少ないこと、ある程度の柔軟性があること、などがある。なお、オーディオ機器用など、 主に低周波用として使われて特性インピーダンスを特に指定されないようなものはシールド線といい同軸ケーブルとは区別することもある。欠点としては内部導体の絶縁体に柔らかい発泡ポリエチレンが用いられることから同軸ケーブルをきつく縛って固定してしまうと絶縁体が変形してインピーダンスが変化してしまうため損失が多くなる。また 内部動体は難動線、外部動体の変素が一重であることから、仮説、移動で屈曲、引っ張りが生じると損傷しやすい。同軸ケーブルと組み合わせて使用されるコネクタには、BNC 型、N 型、M 型、K 型などいくつかのタイプがある、コネクタ同軸コネクタを参照。外部動体の内径を、フォーミュラ1、ミリメートル、内部動体の直径を、フォーミュラ2、 ミリメートル、絶縁体の比有電率をフォーミュラ3とすると、同軸ケーブルの特性インピーダンスフォーミュラ4、オメガは、自式で求められる。特性インピーダンスは、50オーム、主に無線機等の電力の伝送用と75オーム、主にテレビ受像機等の信号伝送用が、一般的である。同軸ケーブルの絶縁体には、当初空気が用いられた。この場合、 最適な損失が少ない導体経費、外部導体内径、内部導体外径にすると、特性インピーダンスが約75オームとなる。近年では、絶縁体にポリエチレンが主に用いられるが、この場合に導体経費を最適にすると、約50オームとなる。このことから、一般的なインピーダンスが75オーム及び50オームが主流となったと言われている諸説あり、 実際のところは不明である。同軸ケーブルは外部導体に使用周波数帯に応じた形状の穴を開けたもので、電気信号を伝送するとともに、送受信アンテナとしても働く。通常のアンテナの利用では、電波が伝わりにくいような鉄道線路、トンネル、地下街等に沿って付設し、列車無線などの業務無線、FM 放送、 携帯電話、無線 LAN などを利用できるようにするためにいられる。漏洩給電線、フィーダー線についてはも参照。UHF 帯や SHF 帯を利用する機器内の接続には外部導体を小径の銅パイプとし、絶縁体をフッ素樹脂としたセミリジットケーブルと呼ばれる銅軸線が使われる場合がある。自由に曲げることはできないが、遮蔽特性。 インピーダンス特性、挿入損失、耐振動安定性が優れている。高電力の通信用、放送用送信機の出力用には、外部導体を胴パイプや、アルミパイプとし、絶縁体を空気とした、同軸管を使用する。JEITA の規格、EIAJTT-3004 には、50オーム同軸管として、WX-12D、 WX-20D, WX-39D, WX-77D, WX-120D, WX-152D 等が規定されている。型番中の12、20、39等の数字は、外動体の内径を表す。目安としては、C-2V は地デジには適するが、BSCS4K 放送。 8K 放送には不向き。CKVSCKV は、地デジ BS 放送には適するが、CS4K8K 放送には不向き。SCKB は、地デジ BSCS 放送に適する。また、FB2.6GHz 以上は規定されていないため、製品によっては、FB でも 4K8K 放送、3.2GHz にも対応している。以下は、 同軸ケーブルの主要な製造及び販売会社である。記載されている販売会社の一部は他社からの OEM 供給を受けている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。